进入淘汰赛之后呢，有没有感觉跟之前的小组赛有一些氛围上的不一样呢？啊，でもやっぱり予選とは違って、やっぱりこうなんていうんですかね、まあ、負けたら終わりというわけではないんですけど、そういうふうには思ってはいないんですけど、やっぱ後がないっていうトーナメントならではの試合なんですけど、まあでもそういうことはあまり気にせず、とにかく一人一人がしっかり自分の持っているものを出し切れば大丈夫という自信を持ってみんなで戦えたのかなと思います。那下一场即将对阵斯洛伐克，有做哪方面的准备呢？はい、スロバキアとは最初の予選リーグでも対戦をしているので、まあ、一人一人、まあ、しっかり準備ができて試合に臨めるかなって思います。木原选手在前两局结束的时候，有看到旁边的伊藤选手和早田选手在对你做一些指导，可以方便告诉我们他们具体对你说了些什么吗？まあ、相手の選手は、まあ、サーブだったり、まあ、あまり自分から打たずに相手からも打たせたり、まあ、いろいろなことをする。在这次来成都住到的酒店里面也有许多比较有特色的项目，各位都有去体验过吗？最喜欢的项目是哪个呢？私はパンダのぬいぐるみを買いました。買った。買った。十二支えとって言って十二支に中国でもあるかな。あるかな。なんか日本で十二支っては言うんですけど、そのえとのパンダを売っていたので、私タツ年なのでタツのクマさんじゃないパンダを買いました。龍です。はい、龍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 。是球迷们在网上说，各位在场上的笑容都非常的有感染力啊。那有什么要对球迷们说的吗？日本女子チームはすごく全員明るくてすごく、まあ、楽しいチームです。まあ、いつも楽しいチームです。まあまあまあ試合を見てくれて、はい、試合を、はい、見てくれていつもありがとうございます。明日からの試合も応援してくれた。自己在第二局的时候从七比十追到了十二比十，那自己是如何在压力的情况下调整应对的？以及这场第二局打完之后，是不是整个人更加放松了？そうですね。やっぱりゼロ対一のセブン点で負けてた時はすごいこう自分の中の頭が真っ白になってしまって、何をしたらいいのか全く分からなかったんですけど。まあ、相手がすごくミスが増えてきたのでここはチャンスだなと思って、まあ、リラックスして臨むことができたので、まあ、その後すごい自分のプレーもどんどん発揮できたのが良かったのかなと思ってます。首先跟我们又3比0一下场比赛，先说说这场比赛的整体的表现吧。我觉得釜山他第一场跟雨果打很下风的球他赢回来了，觉得从日本队来说很好的感觉，然后我也发挥得很好吧，我觉得挺满足今天我自己的发挥。那自己其实开赛到现在已经出战了九场了，整个人会觉得有点疲惫吗？还好吧，比赛越来越少了，我们一场一场更加油。那明天可以休息一天，那自己会如何应去调整备战呢？明天我们对手是明天打的，我们好好去看这个比赛，然后再准备跟明天的后天的对手吧，好好准备。好，第三个问题需要问纪川。三比零帮助队伍拿下比赛，那现在心情是如何的？以及跟我们谈谈这场比赛自己的整体表现。まあ今日自分的にも一番良かった出来だと思います。まあ戸上選手が一番で勝ってくれて、まあ二番で張本さんも勝ってくれたんで、まあ二対ゼロでいい流れでチームのみんなが渡してくれたんで、自分もリラックスして試合できました。